マイナーズショーです。マイナーショーは今回ココロッコ町田根岸というところに来ました。僕ね、根岸と言ったらやっぱりトンテキステーキ、それがねよく僕食べるんですよ、美味しくて。それ根岸だよ。麦ご飯おかわり、麦ご飯おかわり自由のお店のところね。そのゲーセンがこちら、屋内遊園地。早速まあ太鼓がありますけど、それよりもね気になったねやつがあるんだよな。ダブのハンドジェルか。なんか最近こういう UO キャッチャーが増えてますね。取れんのかな、多分ね曲がんのかな、これこのねここの手前をすくえばいけると思うんですけど、このアームがそのまま落ちるのかな。やばい、時間14秒しかない。まあこの辺かな。あ、行っちゃった。やべえ、時間切れになった。時間切れ30秒か。この辺かな。まあ普通に行っちゃうかも。ダメじゃん、取れな。あのさ、石鹸でさ手を洗うというさ、いい行為をしたいのにさ取らせてもらえない。これ面白いな。1回10円練習クレーン。へえ、練習しよっかな。そこいけそう。カチャ。え10円玉入れる練習違うよね。びっくりした、10円玉を入れる練習かと。こういうのはね手前でツバメ返しといきましょうか。まあそういうね技があるんですけど。あ、そっちに落ちちゃった。たこ焼き味、普通にうまそうだね。あ、取れなかった。どんちゃんかっちゃんが書いてある。こちらでお待ちください。ここで待つのなかなか疲れると思うんだけど。お願い、後ろに並んでる人がいたら1プレイごとに交代しましょう。まあ当たり前だけどね。なるほどなるほど。でもあそこで待つの大変じゃね。疲れるからみんなここ座っちゃうよね。だったら椅子用意した方がいいと思うんだよな。でも太鼓の近くにこの紙相撲とか、これあるのなんか面白いな。太鼓と紙相撲度のゲーム両方こうどんどん聞こえるみたいな。面はちょっとぶよってますね。2ピーの方がいいかも。でも俺1ピー派だからな。1ピーでやるか。そして100円3曲。ゲーセンも静かだし周りもめっちゃ静かで、隣にプリ機があってちょっと面白いことを考えたんで2ピーでやろうかなと。今回はじゃん、プリキの女性が見てきます。音ちっちゃ。そして緊張時になってからここが1軒目の旅の場所。音いいね。
最近の旅で2番目に悪いな、コメンテが。まああの横浜フォレストの森だっけ、うん、あそこの多重じゃ、あそこの無反応じゃなくて多重がひどいバージョンみたいな、リッピーの方がいいかもな。対抗を終えて気づいたんですが、動物虐待ということで行ってきました。まあ20分ぐらいいたかな。で 2P は最初あの裏方さんからもらった頬のバチでやったんですけど、重いバチはあそこ多重きますね。うん。でその後にベイヒバのバチでやったらなんか普通に反応したんで、あそこは軽いバチ向きかもしれない。でも無反応が怖いんで面はちょっと強めに叩いた方がいいと思う。で、まあ、1P はちょっと分かんないんですけど、とりあえず面が膨らんでる。で人も少ないんで、うん、結構店内に打音が響きますね。だそういうのが好きな人は行ってみるといいかもしれない。あとやっぱ昨日のねちょっとね第二の疲れが溜まってますね。うん、普通に今日眠いですということで、来たことある方などぜひねコメントお願いします。ではマイナスショーです。マイナスショーはプレビなんだっけ、プレビママ友プラザ町田店というところに来たんですが、なんと閉店が7時半。キーなんか 1P がねメンテ良さそう、うん、なんか 2P は見た目旧筐体みたいですけど、うん、1P がなんかね綺麗ですね。ロール処理とかも入りそう。さあまた今度リベンジか。グラスをここからこう投げて、こうターゲットゾーンに止まったら景品がもらえる。鬼滅とポケモンっていうね。100円2回はい、これで、まあ、2番でいいか。あの映画の鬼滅の映画の人ですね。ここでバーが何個か、2個か。これを僕ら先に手を入れるとエラー。これを投げるとこんな感じでどんだけ動くかね。こんぐらいね。じゃあ行きます。ああダメだった。こんな感じ。結構難しいんですよね。さっきより軽めに。あー惜しい。無理か。止まった。結構前のゲームじゃないかな。初めて見たからね俺この間。今こういうゲーム減ってきたからな。結構こういうゲーム面白い。